はいどうもこんばんは、藤本道具藤本です。本日もまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日の動画の内容なんですけども、またちょっとね、メルカリの方で、購入物がありますんで、それの開封をね、ちょっと撮っていきたいかなと思います。はい、ね、中身の方が、これね、結構きれいに梱包されてますね。はい、まずね、こちらの方ね、開けていきます。はい、ね、出てきました。はい、ミノルタのレンズですね。28mm の、これは F2.8 かな。結構ですか、かなり綺麗だね。全然綺麗なレンズですね。こちらの方がね。これもともとね、購入物の中では、初めは付いてなかったんですけども、メルカリの方でね、購入決まってからサービスで付けてくれるというふうにね、この出店者さんが言ってくださってね、でぜひお願いしますということで、付けていただきました。お、その前にこちらの、はい、ミノルタって書いてありますね。この方付いてます。はいね。マニュアルっぽいですね。はい。お、もうバレちゃいましたね。アルファ9000です。はい、今回ね、購入したのは、アルファ9000をね、メルカリの方で購入いたしまして、で、もう本来ね、ボディだけで出店されてたんですけども、先ほども言った通りね、ボディ購入を決めた時点で、もうね、支払いとか全部済んで、やり取りの間でこちらのね、レンズをね、サービスで付けてくださるということで、いただきました。ね、レンズ付きでもらえると嬉しいよね。はい、ちなみに価格はね、今回ね、メルカリの、出品の価格が8000円でね、販売されてたんですね。めちゃめちゃ丁寧に梱包されてるね。はい。アルファ9000はね、触ること自体とかね、見かけることも今までなかったんで、今回初ですね。初アルファ9000。はい、こちらになりますね。はい、結構綺麗だね。ちょっとね、若干ここのグリップのところに少しね、穴が開いてるということだったんですけど、まあ、この程度だったら全然問題ないかな。うん、あとはもう見た目綺麗ですね。もう何よりもね、この液晶が綺麗だってところがね、すごい、惹かれたところですね。うん。まあ、若干ちょっとね、この後ろのね、加水分解でこういう部分、ひび割れ等はありますけれども、まあ、程度はね、非常にいいんじゃないかなって感じがします。はい、でこれは電池はどっから入れるのかな。電池の入れる場所とかね、ちょっと使い方がいまいち。ここか。ここですね。よ電池バッグ、これだね。はい、単三電池2本なんだね。単三電池もう入れてくれてるってことは、もしかして電源が入るってことなのかな。電源入れてみようかな。電源はどこだこれ。これか。お電源が。あ、入りましたね。電源入りました。ちゃんと通電してみますね。じゃあせっかくね、このレンズをいただいたんで、このレンズ込みでちょっと見てみたいと思います。よいしょ。お、なんか、これが取れちゃってね。これはあれか。あ、止まったか。これで、あ、カチッてやったね。はい。で、じゃあちょっと一回レンズつけてみようか。はい、わすごい綺麗だね。お、ちゃんと切れますね、シャッターがね。はい、うん、ちゃんと切れてる。ピントも合うね。うん、はいね。とりあえず今は F 5.6 になってて、この辺の使い方もちょっといまいちね、これよくわかんないんで。これ、あれだな。なんかオートになってんだね。オートになってますね。はい。ちょっと、まあ、使い方とかをね、ちゃんと調べてみないと。これは何だろうね。なんか、ここに変なレバーがあってね。なんか、いまいち使い方がよくわからないというね、ところではあるんですけども。これは、まず、ね、ここで、ここの前にレバーがついてて、ここで絞りがまず変わってますね。うん、絞りをいじったりとか。で、A になってるんでね、ここで絞りっていうことですよね。で、絞り優先オートになってるってことか。あと、ここダイヤル回して、これでプログラム。今上でね、この矢印、上でプログラムで、で、マニュアルで取りたい場合は、こっちだね。こういうことだね。これがマニュアルなんだね。で、今、シャッタースピード250分の1なので、ここで、そうだね、60分の1で、で、F 値が4になってるね。F 値はどうやって書くの？これか？これは何だろう？あ、こっちだ。ここで F 値変えられますね。はい、とりあえず今、開放にしていこうかな。うん。F2.8、シャッタースピード60分の1は F2.8 になりますね。はい。で、他にもなんかいろいろついてるね。これなんだろうね。これがスポット。これは速攻モードってことかな？ H とか S とかね。ISO がここにありますよ。ISO 100になっていますよ。ISO ボタンここにある。で、これは何のボタンだろうね。これは露出補正なのかな？これ露出補正ですね。で、ここに、マニュアルと AF の切り替えがある。AF がちゃんと使えるのか。あ、ちゃんと AF 切れてますよね。うん、はいはい。なるほど。うん。まあ、ものとしてはね、非常にいい気がします。はい。で、じゃあちょっとね、この、シャッター室じゃないな。あそこを開けてみようかな。ここか。バコンって。ん？こういうこと？ん？なんか上にスライドがある。これを見て、使い方をね、ちょっと見ていきたいと思います。フィールドの開け方でしょ？あ、開いた。これを、ただここだけじゃなく、さらに、ここまで引いて、グッと押して、もう一丁引かなきゃいけない。うん。なるほど、こういうことね。はい。ちょっとあれだね、せっかくだから、このダミーを入れてみようかな。ちゃんと動くかどうか試してみたいと思います。はい。で、これで、グーッとやって、ここに挟み込むか。こうだね。ぐっと挟んで、ここはね、ちょっとよれちゃってるのが怖いんですけどね。はい。よいしょ。グッて、これで、閉じて、はい。グッ。これで今1枚目になってますね。ちなみに今ね、ISO が100になっていますけども、ね、さっきも言いましたけど、ISO ボタンここでね、これで、ここを押した状態で、クックとこう、いじれる感じです。まあ、とりあえずね、100にしといて。はい。で、今ね、AF が効いてるんで、今ね、レンズが動いてましたけど、F 値が、今 2.8 ですけども、ここのやつで、ここで、クッとね、こう開ける。キュッキュッキュッとこうね。この辺はなんか、アルファの7000とかあの辺と同じ感じですね。うん。普通に稼働できそうですね。うん。いい音だね。カコンね。はい。あれだね。アルファ7000とかアルファ5000とかこう巻き上げレバーじゃないんだけど、アルファ9000はね、巻き上げレバーなんですね。ぐっとこう巻き上げて。はい。うん、いい感じです。まあ、液晶がめちゃめちゃ綺麗なのはね、液晶ですね、これね。はい。はい、ちなみに、僕のね、このカメラの中では、こうね、アルファ7000と、アルファ9000とね。で、まあ、ちょっとね、稼働しないというかね、通電はするんですけれども、ちょっと、フィルムをね、ちゃんと負けない、このアルファ5000と、とりあえずね、この、ね、3機種と、とりあえず撮れました。そのうちこれはね、まあちょっと、なんかもしあれだったらちょっと修理でもしようかなというふうにね、思ってますよね。カメラ屋さんになっていて、可能だったらだけどね。はい。とりあえずコレクション的には、9000、7000、5000とね、揃ったわけですけども、各々ね、って形が微妙に似て気になるものというかね、まあ、一応フラッグシップがこれで、まあ、アルファショックというね一大ムーブメントを起こしたアルファ7000とそれの廉価版のねアルファ5000というね、どれもねこう見た目は全部綺麗なんですよね、はい、その中でも特にこのアルファ9000はすごく綺麗だね、はい、これ最後まで取り終えてみようかな。うん、今でこれで8枚目、9枚目、とりあえず20枚でフィルムを出すところまで行きたいな。ファインダーめちゃめちゃ綺麗だな。なんかファインダーがもうそれこそゴミ一つない状態っていうかね、本当にまあこのアルファの7000なんかでもファインダー綺麗なんですけれども、若干ね細かいホコリとかがねこうファインダーなんか見てたら見えたりするんですけど、こちらのねアルファ9000がね奇跡的にねめちゃめちゃ綺麗ですよね。すごい綺麗。お、なんか今触ってて気づいたんですけど、ここにウォータードライブのねこの回すやつがここについてますね。でこれはフィルムを巻き取るときはこう押して巻き取る感じですね。これで最後かな。これ24枚ぐらい。はい、ここで最後ですね。はい。じゃあね、巻き取りをしていきたいと思います。これをカンといって、面白いよね。くねっとなります。で、ここの底のね、ここのボタンを押した状態で、よいしょ。これで巻き取るでしょ。ぐーっと。押した状態じゃなくても一回押せばいいのか。一回押せばいいんだね。これで巻き取って、抵抗がなくなるまで巻き取って、はい、ね、これでスカスカしてるんで、これで多分大丈夫だね。で、これをまた押し込んで、これを、はい、ね、こんな感じで取る。うん、はい、ね、無事、使いました。もともとこのボディだけで、8000でね、出展されてたんですけども、28mm の F2.8 をレンズをつけていただいて、でこのね、説明書、取扱説明書が α9000 をね買って取扱説明書がついてくるとなかなか貴重だと思います。はい、ね、すごくいい買い物だったと思いますね。はい、はい、まだねこれもね近いうちちょっとどっかに持ってって写真を撮ってきて作例をね、試写の作例をねちょっと作りたいかなと思ってますんで、そちらもねまた動画上げましたらぜひ皆さん見てください。はい、ということで、藤本動画でした。ではまた、バイバイ。